はいどうも皆さんこんにちは、現役受験生のゆうたです。受験生を救いたいということでね、あのタイトルもそうですけど、海もね、背景が海なんで完全にこれ柴田さんのね動画っぽいんですけど、まあ受験生を救いたいということで、今日はねこれ撮ってんの1月8日、来週1月15日から大学入学共通テストがね始まりますね。僕もねそれ受けるんですよ、同じ受験生です皆さん。でね、あのまあ偉そうなタイトルです。でこっからね10分ぐらいずーっと薄っぺらいことずーっと喋るんですけども、まあ、同じ受験生としてね、受験にどう挑むべきなのか、自分なりの考えをね、皆さんにお伝えしたいと思うんで、まあ、勉強しながらでも、音声だけでもどうか最後まで聞いてください。ではよろしくお願いいたします。まあね、ずっとね、自撮りしてるわけにもいかないんで、カメラ切り替えました。ですね、まずね、これから1週間、皆さん勉強も当然されると思うんですけど、一番意識してほしいこと、それはね、マイナスな感情を抱かない。もうこれ絶対意識してください。まあ、例えば入試前にね、ここができひんとか、全然点数が伸びひんやとか、不安になること絶対あると思うんですけど、そこでマイナスな感情を抱いて絶対にいけません。なんでかっていうとね、一回そのマイナスな感情を抱いてしまうと、マイナスの土台ができてしまうと。で、その上にですね、マイナスな感情がどんどん積み上がっていくんですよ。積み上げるのはもう簡単なんで、もうマイナスな感情を一回抱いてしまうと、それが土台となってどんどん積み上がっていくんですね。で、その積み上がったマイナスな感情が次どうなるかっていうと、ストレスになるんですよ。で、ストレスになるってことは、まあ、要するに自分の体にね、負担がかかっていくわけですね。で、そのストレスが原因で、病気になって、まあ、風邪ひいたりとかしてね。で、入試前日に体調を崩したりとか、入試本番体調を崩しても全然できひんとか、そういう最悪の事態を招く可能性もあるので、もう絶対にマイナスな感情は抱かないでください。もう強い気持ちでね、ここができひんからどうしたんやとか、もう、ここできなくても大丈夫やって、もうほんまこれぐらいの強い気持ちを持って挑んでください。マジでメンタル崩壊だけはほんまに避けてください。マジでやばいですからね、マイナスな感情を抱くと。まあ、とにかくね、勉強する上でも、絶対にマイナスな感情を抱かない。これは気をつけてほしいです。まあ、完全に僕の個人的な意見なんですけど、まあ、科学的根拠も何もないですよ。何もないですけど、まあ、これだけは絶対意識した方がいいんちゃうかなって思うことを今言ってみました。で、次にですね、入試当日、共通テスト。もうね、ここまで来たらもう焦ってもしょうがないし、不安になっても意味がな、全く意味ないんで、当日はね、もうウキウキしていってください。まあ、ウキウキするっていうと変な言い方ですけど、もう自分の気持ちを高ぶらせてね、もうマイナスな感情、不安が入ってくる余地もないぐらいに、その、なんていうかな。まあ、受験を楽しむぞという気持ちで、当日は向かってください。もうね、焦っても、ね、時間の無駄なんで、当日は。まじ本番ね、会場に着くじゃないですか。そしたらもうその会場の場の雰囲気を楽しんでください。入試はゲームやと、もうその時は思ってもいいです。当日は。まあ、それまではね、マイナスな気持ちを抱かずに一生懸命努力してほしいんですけど、まあ、その、一生懸命努力してきたか、してきた人こそね、当日は楽しんでください。ほんまに人生に一度あるかないか、まあ、人によっては二度三度あるかもしれませんけど、それぐらいのビッグイベントなんで、もうね、もうその雰囲気、場の雰囲気とか緊張感すらもう、なんていうのかな、もう全部ひっくるめて楽しんじゃってください。その雰囲気をね。もうほんまにね、一生に一度の大勝負ですから。もう僕はもうそうしようと思ってます。楽しんでいこうと。でね、入試会場着いたらですね、周りは全員的なんですよね。知ってる顔とか友達が何人かいるかもしれませんけど、まあその時点で敵ですからね、仲間じゃないですから。まあ、これまでの模試とは違うわけですよね。まあ、周り全然知らん人の可能性も全然ありますし、もう周り全員敵に見えるんですよ。まあ実際敵なんですけど。まあ、そんな中でも、平常心を保つためには、やっぱりね、この雰囲気を楽しんでやろうっていう気持ちが絶対必要なんですよ。だからね、入試当日、皆さん目いっぱい楽しんでください。当日はね、それまではしっかり努力して、当日は目いっぱい楽しんでもらえればいいなと思います。これが僕ができる最大限のアドバイスです。アドバイスというか、僕が勝手に考えてることなんで、もうほんまに、悩んでもどうしようってなった時に、この、僕の発言を真に受けてください。それまであまり真に受けない方がいいです、僕の発言は。ただもうほんまに、やばい、どうしよう、焦ってる、不安で、もうなんか、病みそうな時はもう僕のこの発言を全面的に受け入れて、当日実行してください。うん、もう本当に追い込まれた人ようです、僕は。で、僕自身ね、この年末年始全く勉強してないんですよ。
ずーっと遊んでばっかりで、初詣も普通に行ったし、ね、一人でいろんなとこ飯食いに行ったりとか、一人で旅行行ったりとかしてたんですよ。まあ、それは僕勉強してないんですけど、まあ、当日ね、多分4種類ぐらい、4種類、4タイプの人がいると思うんですよね。まず一つ目は天才タイプ。あんまり勉強してないんやけど、自分の能力に絶対的な自信を持ってるから、もう絶対めっちゃいい点取れるっていう確信がある人ですね。まあ、この自信に満ち溢れている人には近づいちゃダメです。はい。もう、人種が違うんで、絶対近づかないでください。もうそういう雰囲気を感じ取ったらもう、ね、安易に近づくことは避けてください。で、二つ目。逆です。逆の人。全く勉強してない人。僕もその部類です。全く勉強してないからこそ、もうできひんって分かってるから、もう相当悪い点取る覚悟があるというか、もう、相当悪い点取る確信があるんですね。僕はそのタイプなんですけど、だから、勉強してないタイプなんですね。だから、なんていうかな、当日、何が起こっても動じないというか、問題で、えらいミスしても動じないんですよ。最強ですよね。我関せずみたいな。もうそうなるの分かってるからね。すべてを受け入れる感じ。僕もそんなタイプです。勉強してないんで。で、三つ目、これが一番多いと思います。今まで努力してきたからこそ不安になるタイプ。緊張するタイプ。これが一番多いですね。絶対そうなんですよ。まあ、天才なんか全然数少ないし、そんなね、全然勉強してなかったら、そもそも共通テストなんか受けようとも思わんかもしれんしね。だからこの、努力してきたけどめっちゃ不安になってるタイプが一番多いと思うんですよ。そういう人にはもうぜひね、この、当日の雰囲気は楽しんでほしいですね。マジで、緊張しすぎて不安になって、いつものパフォーマンスが出せなかったらもう最悪なんで、当日はもう入試を楽しむことだけ、もうわからない問題をすっ飛ばしてね、もうその後気にせんと、もう一教科目ができなくても次があるさと思って、もう、当日は絶対不安抱えちゃダメです。まあ、緊張感も全部ひっくるめて楽しんでください。はい。で、最後。四つ目のタイプ。何も考えていない人。ほんまにも何も考えてきて、ぼーっと試験受けてぼーっと帰るみたいな。そういう人もたまにいるんですよね。ずーっとぼーっとしてる人はですね、まず近寄りがたい雰囲気を、もうすぐに感じ取れるんで、そういう人にはもうあまり近づかないことをお勧めします。というわけでね、本日長々と喋りましたが、これで以上になります。最後にね、要点だけまとめておきますと、まずこれからの一週間はマイナスな感情を絶対持たない。強い気持ちを持って努力して本番に備えると。あとは体調管理しっかりしてくださいね。今更詰め込み勉強とか徹夜とかしても無駄なんで、無駄です。絶対無駄です。全然効果ないんで、早く寝てください。早寝早起き。これ絶対意識してください。まあ、体調を崩すんだけやばいですからね、ほんま。本番にね、体力崩してしんどいってなっても自分の実力出せなかったら元も子も今までの努力が水玉ですから、体調管理と感情のもう強い気持ちを持つ。これを絶対意識してください。で、当日はもうとにかく楽しむ。何が起きても楽しむ。もうね、不安、焦っても緊張してもしょうがない。まあ、緊張はね、生理現象だから防げないかもしれないですけども、焦るとか不安になるとか、そういう悲観的な感情を当日は絶対持っちゃダメ。もうというかもうそういうのも全てひっくるめて楽しむぐらいの気持ちで当日は臨んでください。皆さんお互い受験生ですから一緒に頑張りましょう。というわけで本日の動画はこれで以上になります。よければですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もしね、受験に困ってるというかもう受験でやみそうな友達がいたらこの動画を送りつけて最後まで見ろと言ってやってください。ほんまにね、追い込まれてる人にはこういうなんかもうアホの言葉が効くんですよ。まあ、ということでね、まあなんで海に来たかと言いますと、まあやっぱりね、男といえば海やろと。勝負事の前には海に来るやろ。ね、神社も、豪華祈願の神社とか行きますけど、最終的に行き着くのは僕は海なんですね。僕海が大好きなんで、海のないとこに住んでますけど。まあそんなことは置いといてね。皆さん、当日、あと一週間頑張りましょう。当日はもう楽しんで、それでは、また次の動画でお会いできたらいいですね。次の動画で会うときはもう皆さんいい結果を期待しております。僕もいい結果をね持っていけるようにこの一週間ちょっと頑張ろうと思いますんで、皆さん一緒に頑張りましょう。それではさよなら。